どうも、ふみさくです。はい、よろしくお願いします。さあ、今回もね、まあ、前回神戸山で出しましたけども、今日は嫁サックの部活弁当の日ということで、はい、おはようございます。おはようございます。いつもよりメイク薄めでね、そう、時間ないからやっていきましょう。はい、嫁サックはどんなの作るんですか？まだあんま考えてないけど。え、どういうこと？なんとなくでやっていきや。なんとなくで、まあ作っていったら分かるってやつかな。うん、まずは、はい、人参のたらこ炒めを作ります。人参のたらこ炒め、うん、これだからちょっと俺不思議なんかさ、うん、まあメインでも言ったかもしんないけど、うん、こうお弁当、子供たちのお弁当の材料あるやん、うん、材料とかメニュー、うん、で晩ご飯には出てこないのよね。出さないでしょ。そう、なんか俺のイメージ、晩ご飯の残ったものを次の日の弁当とかもさ。ああ、そんな日もあるよ。ある？うん、まあ唐揚げとかはね、うんあれだけど、この例えばこの今から作る人参しりしりみたいなやつ人参しりしりみたいなやつね、うん、うんうんうん、これ晩ご飯には出ないよね。お弁当用で作ってる感じがする。ああ、でもそうかも。まあ副菜系はお弁当用かもしんない。そうよね、うん。で、これを半分に切って、半分に切る、うん、そして炒める。炒めると、うん。俺あんま喋らんとくわ。え？俺あんま喋らんとくわ。どうして？なんか今思った俺。何？その赤黙れとか、うん、そういうのを気にしてるんではなくて、うんうん、なんかお母さんのさ、うん、こうなんていうの、リアルなお弁当作りをお見せした方がいいんちゃうかなと思って。ああ、なるほどね。うん。ちょこちょこは入ると思うけど、ちょっとなるべく喋らんとくわ俺。オッケー。あ、聞こえた今コメントの。ん？聞こえたわ。何？いいぞ赤。よく学習したって。メインでもそれでいけ。聞こえた？もう俺いらんやん。そうなってきたらな。まあまあまあ。まあまあ必要だよ。はい。うん。ごま油。ごま油を引きまーす。これはね、なんか。YouTube で見たんだ。へえ。あ、いつもはね、千切りにしてやってたんだけど、うん、もうピューレでやってもいいんだと思って。塩コショウします。はい。当時本当に人参好きよね。うん、好き。これもやっぱりでも嫁作的に彩りを意識してるっていう感じ？そうそう、やっぱり入ってるとさ、彩りがいいじゃない。明太子入れましたね。明太子入れました。このまた一手間よね、明太子を入れてあげるっていう。で、また当時が明太子が大好きでね。好き。それこそ夜とかでも一人だけ明太子でちょっとご飯食べたいとか言って食べてるもんな。そうだね、他の子たちはたらこなんだよ、一人だけ明太子なんだよね。そう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 。ちょっと皮が入っちゃったからこれどかして。え、できた。早いね。できましたよ。なんかこうやって撮ってるとさ、うん、夫婦チャンネル思い出すな。あー、そうだね、ああ、確かに思い出すわ。確かにそうだわ。じゃあ、餃子を作っていくよ。餃子、うん、すごいね。うん、朝から餃子作んの。これがさ、私のお母さんがよくお弁当に入れてくれてたやつだね、うん、なるほど、お母さん直伝の簡単餃子みたいなものかな。そうそうそう、ツナ缶と、これツナ、ツナ缶、はい、ツナ缶入れます。で、白ネギを切ります。はい、
これだから今まで結構何回か作ってんねや。そう。せやねん、これ俺思うねんけど、喋っちゃうけど、やっぱり俺とかさ、マヨメサックもさ、まあおネギ好きやん。好き。で、やっぱネギうまいなとか言ってさ、子供たちが物心つくかつく前から俺ら声出して言うやん。で、子供たちそれ見てるやん。俺それでかいと思うねん。あー、確かにそれはあるかもね。なあ、その親が美味しそうにうまいわーって食べてるもんって子供ちょっと食べたなるやん。うん、俺それでかいと思うな。例えば当時の辛いもんとかね。うん、あ、ごめん、何入れた？生姜を入れてもいいかい？はい、すみません、ちょっとだけ生姜入れます。シーチキン、ネギ、生姜で、生姜で、お醤油、目分量ね。うん、混ぜていくと。そうで、うん、当時、まあ、特にやけどさ、まあ、辛いも好きやったりするやん。うん、好き。あれもさ、俺らがさ、お店でちゃんじゃ食べてうまいわーとか言ってさ食べるやん、よく。うんうん、それ見てちゃんじゃちょっと食べたいとか言って、そのきっかけぐらいで辛いの大丈夫になったもんね。確かにそうかも。そうそれもあるかもね。いや、俺絶対あると思うよな。遺伝子的に無理なものは無理なんだと思うけど。そう、だ俺はさ、うん、お母さんがさ、うん、ずっと働いてたから、うん、俺一緒にご飯食べたイメージあんまないのよ。もうずっと働いてたから。で、お兄ちゃんとも年離れてるから俺一人でご飯食べること多かったんよ。うんうん、だからえらいもんでというか、好き嫌い多いのよね。そういうのあるんかなと思って。でもさ、結婚してからだいぶ減ったよね。そうね、うん、それは確かにそう。でもちっちゃい時ほんまずっと一人で食べてるイメージだからさ、うん、そういうやっぱ親のリアクションとかも大事なんちゃうかな思って。いや、いいかもね。えできたよ。いい感じ。うん、うん、すげえな、手間が。朝から包むかね。朝から包むかね。私ほら包むの好きだ。せやね、好きとはいえ包む。朝から、あ、忘れてた、塩コショウ。塩コショウ、あかん、喋りすぎてもらうから、ちょっとほんと我慢する。醤油ちょっとと塩コショウ、はい、と生姜。これこっから見た人、勘違いしてびっくりする人いるかもな。なんで？生の豚肉直で売ってるみたいな。これね、もう一度言いますけど、シーチキンですからね。シーチキンですよ、はい、お、来た。朝から包む。でも結構さ、うん、なんだっけ、餃子の皮は使えるよ、うん、いろんな料理に。うん、お弁当に上手だわ。はい、でもこれは前日に揚げ物をした時にしか作らない。あ、なるほどね。そうすると理由もあるのね。そう、そうすると油があるじゃない、こうやって。うん、ていうか揚げるんやね。あ、揚げるんです。それ言ってないから。これ揚げるんです。揚げ餃子ね。揚げ餃子の、うん、2つ。あ、もういくつか作っといてまた後で食べるパターンね。そうそう、でもまあ3つぐらいね。 OK、 はい、いきます。はい、揚げていきます。こんな感じで。うん、これで多めの油で揚げ焼きとかでもいいと思う。これちなみに昨夜ね、唐揚げをしたんですよね。うん、さあ、いや、しかし朝からこれは参りますわ。え、参るわ、ほんまに。これさ、だから、
例えば、うん、昨日の段階で夜にね、うん、唐揚げ作った後にこれ揚げとくでもええっちゃええってこと、それともやっぱ朝揚げ、朝だね、それは愛だね、それは愛だね、それはちょっとできないかも、うん、それは愛ですわ。あ、え、そんなもん、え、だって中全部 火通らさなくていいじゃん。あ、そうか、だから外側がちょっと色づけば、皮さえ火通ればみたいなことか。そう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 、なるほど。普通の餃子のイメージだった今。いいですね。じゃあ次は、うん、オクラの肉巻きいきます。オクラの肉巻き、そう、ちょっと待ってよ、はい、手込むね。オクラの肉巻きは結構ね、お弁当の定番にしてる。なるほどね、うん、いやこれは愛情だわな。友達がね、めっちゃ好きなんだよ、オクラの肉巻き。うん、オクラの肉巻きうまいよな。おいしいよね、ほんとおいしい。これさ、ほんとは多分ね、あの薄切りでね、綺麗な薄切りがいいと思うんだけど、いつも切り落としだから。切り落としで、うん、なんとなく巻きつけてる。いや、いいんじゃない、全然いいんじゃない、うん、焼いたら変わらへんやろ。そう、中に入ったら一緒一緒一緒、うん、いやもうオクラ巻いてる時点でその一手間が愛ですよ。しかも餃子も包んでやで、参りますわ、ほんまね。なんかさ、ほんと急いでる時とかさ、幼稚園のお弁当はこんなにあれだけど、うん、やっぱり中学生だからね、ちょっとやっぱ気にすんねや。なんか がっつりがいいかなと思って、品数がやっぱ増えちゃうよね、どうしても。なるほどね、うん、じゃあ味付けます。はい、塩コショウ、塩コショウだけなの、うちはだけで、うん、子供たちみんな好きだから。オッケー。これね、豚肉でも美味しいから。あー、絶対うまいな。やったりもする。で、焼いていくと、うん、牛の方が火通るの早いから今日は牛だけど。はい、ごま油で、ごま油でいきます。はい、巻き終わりをね、できれば下にして、うん、あ、なるほど、くっつかすためかな。うん、そうです、そういうことですね、うん、はい、じゃあ焼いていきましょう。はい、焼きます。焼き上がってきました。いい感じでーす、うん、はい、これをうまそうやわ。切りますよ。はい、あれ、フリーザーいきますよ。出ました、モーニングフリーザー、ありがとうございます。ありがとうございます。うまそう、あー、ええな、これ、うん、あー、ええわ、ほんまうまいわ、これ絶対いいよね、うん、じゃあ、ご飯詰めてきます。はい、そうか、あとは詰める作業か。そう、詰めるだけ。これと、これと、うん、これだ。そう、ね、しかしあれよな、ん、当時がマジでバレー部入ったのちょっと意外やったよな。めっちゃ意外だったね。ね、最初あれなんですよね、サッカー入ろうですよね、うん、そう、迷っててサッカー部か剣道かみたいな言ってて、うんうん、迷ってた。そう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 、でもやっぱり、まあこれもメインで言ったと思いますけどもね。あ、ちょっと待って、その前に、なんかかけてる？ごま塩。ごま、あ、好きな、当時ごま塩好きなんです。やっぱり当時がやってたのは、先生と友達、先輩、そう、もうそこで、そこだけで選んだとか、うん、で、やってみたら楽しかった、言うてな。
大事だもん、やっぱりそこが一番人間関係よね、うんうん、本当に。まあ本当思いのほか楽しそうでよかった。バレエ楽しい言うてな。そう、行きたくないなって言わないもんね。全然言わへん。もう本当に部活楽しいって感じですもんね。身長伸びるっていうよね、バレエとかバスケとかってね。あ、やっぱりジャンプするからかな、高く、うん、上に上に。それはサニーレタス。サニーレタス、はい、グリーンリーフ、グリーンリーフかもしれないを使う。こんな感じ。こんな感じ。どう入れていきますか。どう入れていこうか。まずは人参明太子。うん。揚げ餃子。二つ。うん。はい。で、オクラ肉巻き。三つ。うわ、うまそう。4つ。え、そんないくの。うん、メインの。うわ、めっちゃええやん。なんて豪華なハース、はい、なんて豪華なハースや。ハースへえ。整えて、これでいいんじゃないでしょうか。はい。どう？美味しそう？最高でしょこれ。もうこんな弁当最高やわ。これで完成でよろしいですか？これで関係かこれで関係ですって。やっぱ朝やからね。朝だから、はい、うん、完成ということで、これで完成でーす。はーい、どうじ、いってらっしゃい。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。